いつでも行ける。指示を。俺に任せてくれよ。任せてくれ。早く進みましょうよ。ひと儲けしましょう。うん、我が輩の出番だな。全力を尽くしますね。眠っちゃう。先制奇襲、有利を思います。誇りにかけて。自分で選んだ道だから。一歩ずつ着実に。無知は命を奪うのだ。止まれねえんだ。俺また強くなったみてえだ。覚悟はしてたんだろう。全ては我が祖国のために。昔を思い出す。you
真偽か。手振り甘い。稼いだぞ。やる。こんなとこで負けるもんか。見事だ。鮮やかだな。一歩ずつ進んでいこう。まだまだ強くならなくちゃ。汚さねばならぬなら汚すまで。まだまだ完璧にはほど遠いか。
り見せました。心強いな。また成長できたのかな。次の敵に備えないと。やるじゃない。我が輩ももう少し若ければ。ぬるい。なんて言ってられないしね。この筋肉に勝てるわけねえだろ。もっと強くならねえと。負けられないんだ。ためらいはしません。私も続こう。Thank you.
選んでくれていい。残るように立ち回らなきゃな。さすがだな。だが今晩は早めに切り上げることにした。あまり天気も良くないからか、もう塞がったはずの傷が痛んで。ああ、グロンダーズでの戦いの後、あの少女に刺された時の傷だ。彼女の目は復讐者の目だった。かつての俺と同じ目をしていた。さあな。だが大方想像はつく。ああ、そうだ、あの話まだ先生にはしていなかったか。先日
修道院の中で切りかかられてな。ちょっとした騒ぎになった。切りかかってきたのは、いつか俺たちが剣を教えてやった少年だった。あの程度ならたとえ目を閉じていようとも取り押さえられる。彼らは5年前に俺たちが討伐した盗賊団で育てられていたんだそうだ。子供に罪はないからとレア様が引き取ったのだと聞いた。これまで俺は多くの人の命を奪ってきた。憎しみの赴くまま次々と、特にあの5年間は獣と大差ないような生活を送ってきたから、あの少女の兄もどこかで俺が。だからいつか俺がその報いを受けるのは当然のことだと思っていた。俺が憎み、俺が奪い、そして俺が殺したのだからな。だがあの子供たちは違う。俺たちが良かれと思って抜いた剣で傷ついた。さすがに少し応えるものがある。ああ、だが俺たちは息絶えるその時まで戦いを選んだ人間の責務として、この苦悶と戦争という行為の本質と向き合い続けなければいけないのだろうな。そうかもしれないな。なあ先生、今頃になってようやく気づけたことがある。自分の隣に誰かがいてくれるというのはこんなにも心強いものだったんだな。よろしく頼みます。頑張りましょう。見てちょうだいこの儲け。まだ先がありそうだね。私進化成長です。得るものがありましたわ。力の習得に年は関係あるまい。戦ってりゃ嫌でも鍛えられるからね。